オーバーバイエルンは、ドイツ連邦共和国バイエルン州南東部に位置する、別力並びにレギーリングス別力である。上バイエルン行政管区とも呼ばれる。バイエルン州において、別力とは、多くの軍や、市の統合体としての自治体である。別力内の軍や市は同時に、同盟のレギーリングス別力に属す。レギーリングス別力は、州の官庁の諸葛管区を指す。 オーバーバイエルンは州の南東部に位置しており、南と東はオーストリアのチロル州北西部のロイテ群と国境と接している。北東はニーダーバイエルンとオーバープファルツ、北西はミッテルフランケン、西はバイエルンシュバーベンと境を接する。県の行政府及び行政管区の本部所在地はミュンヘインである。 オーバーバイエルンという故障は1255年のバイエルン分割によって生じた概念を引き継いだ行政管理上の領域名である。元々の領域は現在のものとは異なっており何度も変化している。キームガウやバート・ライヒエンハル周辺地域はニーダーバイエルンに属していた。この領域は民族上あるいは言語上の背景を持った故障ではなく、 オーバーバイエルン方言といったものはない。オーバーバイエルンは人口あたりの国内総生産がハンブルクに次いで2番目に高い地域である。オーバーバイエルン行政管区は3つの軍独立市と20の軍からなる。中、オーバーバイエルンの市や軍は4つの計画地域に分けられているインゴルシュタット、ミュンヘン、オーバーラント、南東オーバーバイエルンである。 1255年のルート美ヒ二世が行ったバイエルン分割によってオーバーバイエルン工業が独立して成立した。しかしこれは現在のオーバーバイエルン行政管区と同じではない。1340年に一度統一された後、1392年にバイエルン工業は三分割された。オーバーバイエルンにはバイエルンミュンヘンとバイエルンインゴルシュタットがニーダーバイエルンには バイエルン・ランツフートがそれぞれ成立した。このニーダー・バイエルンには1349年からすでに第4の高領バイエルン・シュトラビングがあった。1505年にこれらの分割高領は再統一された。バイエルンは行政管理上、領土をいくつかのレントアムトに分割して統治した。1808年にバイエルン王国は クライスと呼ばれる地域上のまとまりを設けた。この用語は現在の軍と同じ意味を持つが、その機能は艦長の管轄区域であり、実質的には現在の行政管区に近いものであった。1837年にルートビヒ一世は、それまで河川の名に基づいて名付けられていたクライスの名称を各地域の歴史を反映した古い地名に、 解消するようにした。これによって、イーザルクライスからオーバーバイエルン行政管区が成立した。オーバーバイエルンの失業率は2008年12月現在3.7%である。EU の国民総生産と比較すると、オーバーバイエルンの購買力は EU を100とした場合、165.6である。オーバーバイエルンには、 約160万人の社会保険料支払い義務のある労働者がいるが、このうち100万人強がサービス業に従事している。製造業は50万人弱、農林水産業は約1万1000人である。県の文化局は地域を超えてオーバーバイエルンの文化行事を奨励している。オーバーバイエルン県はグレントライテン野外博物館、アーメラング野外博物館を呼び、 旧税ン修道院の文化教育センターの運営者である。県議会は衆議会選挙と並行して選出される。2008年選挙後の定員は58でこれに超過議席4、調整議席6を加えた計68議席からなる。県議会議長、第二次世界大戦後の行政官区長官を列記する。ありがとうございます。